こんにちは、本日の、いただいたご質問は、歯科衛生士と技工士の人手不足が深刻に新潟県でなっているというお話です。これはですね、歯科衛生士と歯科技工士の人手不足が続いていて、まあ、衛生士は訪問診療など、にニーズの多様化、技工士は養成機関の少なさがそれぞれ原因だそうです。資格を持ちながら働いていない人が多く見られることから、県の歯科医師会は、復職を希望する離職者の掘り起こしに力を入れて、これはまあ新潟県、隣の県のお話なんですけど、新潟県は実は歯科大学が結構多くて、そういった面では歯科医師は多いんだけど、それをサポートする方が、結構少なくなって、群馬県でも、やはり歯科衛生士の不足っていうのは結構深刻な問題ですし、歯科技工士の内定がないことから、そのうち、歯科技工士で、簡単に言うと保険診療のものとかを出すのに、なかなか出し先が見つからなくなるっていう時代が訪れるんではないかと僕らは危惧しています。やはり実は歯科技工士っていうのは一番 3K、と言われて、汚いとか、高時間いっぱいの時間働かなければいけないとか、そういった面で、結構きつい業界だと思いますので、それをサポートする歯科医師の側からも、歯科技工士に対してもう少し熱いメッセージ、あるいは、いろんなところでタイアップする関係などを作りながら、一緒に、いるということが大切だと思っています。当院には、一人自由診療の技工士がおりますが、彼も、かなり高時間長時間働いていますので、そういった面では、僕らから、きちんとしたメッセージを彼に伝えることで、関係を保つようにしています。本日は以上です。